どうも、テクタンと申します。はい。8月31日にプリンセスフェスが始まりましたということで、ラビリスタ様が追加となっております。はい。私今回のフェスは、もうマックスね、天井まで行こうと思います。はい。なんかね、ジュエルがバンバン配布されたっていうのと、元から貯めてたっていうのと、あとまあ無料10連もあるし、チケットもあるしということで、まあ、マックス300連までね、引こうと思うんですけれども、今回の目標としましては、ラビリスタ様。そして、まだ未所持のね、フェスゲンが、ユイ。そして、ネネカ。うん。この3人が持ってない状態なので、まあ、この3人が出るまで、もしくは、300連まで引こうかなと思います。まあ、300連以上は引かないけどっていう感じかな。うん。まあ、その道中でね、まだ持ってない工場のね、星さんの子たちも出てきてくれれば嬉しいなと思いつつ、引いていきたいと思います。じゃあね、まず無料10連から引きましょう。はい、早速、まず星さんは出るのかか、はい。まあ、まずね、まず10連はこんなものです。とりあえず 5% やから100連で5枚。100連で5枚。合ってるよね。100連で5枚。よし。じゃあ、こっから本番よ、こっから。こっからね、ちゃんと、我が意志を砕いていきますので。はい。はい、キラキラなし。はい、キラキラください。あ！レンチャン来たね。これはいいね。なんかレンチャンってすごい。いいよね。ところで、レンチャンってさ、麻雀用語って麻雀し始めてから知ったよねっていう、ちょっとどうでもいい話をしつつ、はい！あー！まず、アンでした。新規は来るのか？はい！次！あー！あー！みんな秘跡に変わってく。秘跡に変わってく。これ、引き終わった後めっちゃ秘跡溜まってそうやな。お願い！はい。はい。今2枚ね。ちゃんと指折り数えとこう。指折り。ちょっと確率に勝てるかどうか。ということで30連目は、特に何もなく。はい。まあね、300連するんでね、ちょっとサクサクっといかないとね、いけないんですよ。はい、キラキラ！ここでキラキラなぜ出ない？素敵な仲間だ。ここで出ればいい。出ない！あい、出ない！私は今ね、秘跡の錬金術師となっている状態でございます。はい、いい、キラキラない、ないやーん。ないやーん。待って、フェスよね。確かに2枚抜きはしましたけど、言うてまだね、50連、まだ焦るのには早い。はい、キラキラ。なんかここで出る安心感が欲しいんやけどな、欲しいんやけどな、ということで、はい、ありません。こんな華麗にさ、石溶けてくことってある？天井するって言ったからさ、もう出さんとこうとか思ってへんやろね、まさか。まさか、はい。ここでキラキラにしてよ、一回。ちょっとまだ2枚しか出てへんよ。確率下回ってき始めてるんですけれども、下回っているんですけれども、ほらギラギラ出えへん。あーやだー、あーやだ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 。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっとなんかやっぱちょっとね、焦りが出てる。今、焦りが出てる。焦ったらあかんと思うから、ちょっと、落ち着きたいと思います。ふぅ、落ち着きました。牛乳を飲んでね、ちょっと一呼吸したんで、今、心は穏やかです。牛乳美味しいよね。まあ、まだ最低保証が出てへんだけ。いいかなっていう。いくよ。
ここで100連目でございますけど、あ、やった。今3枚目やねん。これちょっと確率下回っているね、下回っているね。はい、あ、シーキア、これはこれ、これ誰誰だ。あーあー、ようこそ私の私の迷宮へ、歓迎するよ。やった、ラビリスト様じゃないですか。やったー、一つの目標はね、まず達成されましたよ。やったー、ありがとうございます、ありがとうございます。よくわからへんけど強そう。はあ、まず100連で出ました。今3枚目ね。うん、ということで、あと残るはユイ、そしてネネカ。どっちかはもうゲットできる状態にあるから、天井するからね。よし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 、はい。いや、まあ、できればその道中で出てくれるのが一番正直嬉しいでございますけど。はい、最低保証知ってる？これ最低保証っていうのね、私知ってるから。誰でも誰でも弾けるやつやから、これ。はい、確率を上回ってほしいな。え、まずとりあえずさ、ここのキラキラの書類が出ること目指そう。まずそれを目標にちょっと頑張っていこう。虹の書類を、見つけてほしいから、虹が出そうなちょっと方向を見てね、飛行。どこや太陽もとっくに沈んどうから、どこで出るねんって感じやけど。この世には虹の書類など存在しないのかもしれない。あっあっていう、なんかすっごい普通の反応しちゃったよね、なんか。あって。はい、お願い、お願い。あ、新規だ。あ、あ、かすみか。三名の力を借りたいようね。これからは大船に乗ったつもりでいいよ。そうか、マジカルだけ持ってたけど、この通常のかすみは持っていなかったっていうことね。いいやん、いいやん、いいやん。魔法。おぉ。よしよしよし、これで4枚目。オッケー、まだ確率は下回ってます。やった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 ！いやー、画面が華やいでおりますね。華やいでおりますね。心も華やいでおります。はい、3枚目。4枚目！違う！3枚抜きしたー！あー。とりあえず次。あん、めっちゃ来るやん。あん、めっちゃ来るやん。とりあえず、何枚目にあったかもわからんなってもたけど。あー、ラビリスト様ー、ピックアップは仕事してるー。でも、秘石が美味しい。秘石じゃない、メモリーピースが美味しい。メモリーピース、美味しい。あ、新規や。あ、あ、ピックアップの時には出なかったジューンが。こんな姿を見せるのは君にだけだよ。やったー、やったー。そう、弾きたかったー、弾けなかったんですよ、無料修練期間にジューン。ジューンは、このジューンもタンクってことでいいんかな。うん、どうなんやろ。相変わらず見ても分かれへん。よしよし、今、7枚出た。7枚出てるから、ようやくなんか追いついてきた感じではあるよ、確率。いいよ、流れ乗ろ。キラキラ出た時は結構ええ感じなんかな。分からんけど。はい。はい。めっちゃ金色多かったね。びっくりしちゃった。奇跡がごっつ多いし。さあ、150連でございます。とりあえず確率には、なんとか、なんていうか、勝ち始めては来たけどね。上回っては来たけど。はい！素敵な狙いはとりあえず、ゆい、ね
ねか。ゆい、ねねか。だってこれさ、どっちも出んかったらどっちもらおうっていうか。やば。キラキラだ、キラキラだ。何枚目？一番最後違うな。7枚目ね、7枚目。お願い、ここでゆいかねねか来てくれたら、すごい健やかに、私、ガチャを回せますので。この次やね。はい、8枚目でございます。ちょっと一回画面戻ろう。いや、ちゃんとしっかり見ておいでくださいませ。おいでくださいませ、ゆい。そしておいでくださいませ、ねねか。はい、これでね、念を込めたんで。いや、いつの間にやら天井折り返しまで来ちゃったね。はい、キラキラなし。あ、びっくりした。なんかこのさ、銀がさ、ぶわー続くとさ、上さ、続くとさ、なんか、あ、最強でしょうかっていう気分になるよね。なるよね。なるよねっていう話をして、右上にさ、時々コネクティングが出てくるんやけど、あんま関係ないね。あれが出ても。関係ないね。はい。あー、電用になってきたな。これ200連ぐらいいたんじゃない今で。あー、いったね。うわー、確率下回ってきた。今、7枚やねん、出てるの。7枚。10枚出なあかんはずやねんな。出てないな。はい。はい、ない。はっ、はっ、はっ。よし、1、2、これで10枚、これで10枚。え、え、今7枚違う、8枚で、指の数がわからんなってきてる。これで10枚。これで10枚よ。まず5枚目ぐらいにあったよね。はい、ここ。あー、新規じゃない。さっき出た。さっき見たよ。霞ガシャかな。あと8枚目ぐらいやったかな。次？あ、違う。次？うーわー、フェスゲンなんだけどなー。フェスゲンなんだけどなー。そこじゃないんだー。はー。いや、こりゃ天井行きそう。おお、11枚目。天井行きそうよね。ラスト単発で引かなあかん時が来るから。めっちゃラビリスター、めっちゃラビリスター。こんだけメモリーピースあったらさ、すぐ星5にできちゃいそう。星5にした方がいいんかな。その辺も調べなあかんよね。しなくていいですって言われたらもうどうしようって。あ、でも今星切り替えできるから、おお、来た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 、12枚目。星切り替えできるから、とっとと、ね。星5にしてもいいかもしれない。次！違う！次！初音ちゃん、なんか久しぶりに引いたな。一番最初、本当に一番最初に引いて以来ぐらいな気がする。はい、お願い！お願い、ゆい、ねねか、ゆい、ねねか、ゆい、ねねか。あー、入ってない。そもそも入ってない。え、っていうか、石今どんだけある？どんだけある？あー、あー、だいぶもうあと40連分ぐらいしかないですね、石は。来た来た、キラキラ来たよ。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、6枚目に来ております。はい、そっとね、そっと開いていきましょう。この次でございます。心はい。フェスゲン出てるのにな、そこじゃないんだ。フェスゲン集めたかったのにな。あー、全部集めたかったのにな。ずっと引いていくよね。はあ、10枚目来てる。もう何枚か忘れてもうさ、多分ね、これ14枚目。これ多分14枚目。としたら天井で15枚引けるから、一応確率、
通りではある。あ、ジータかー、新規じゃないよ。あと30連か。え、ジュエルある？あ、ジュエルはあるけど。よし、3枚目3枚目これでおそらく15枚目確率には勝ってますけど、お願い。ほんま出るね。ほんまピックアップ仕事してるね。あー、ジュエルはないんだよね。単発で引いていく感じか。どっかかき集めれるところあるかちょっと見てみる。いや、もうここはね、単発で引いていこう。単発で引いていきましょう、最後は。サクッとね。サクッとって言ってるけど、単発20連って結構多いよ。結構多い気がするけど。まあ、単発でも出るときは出るもんね、プリコネは結構。単発に救われたことは結構あったからね。ほんまか？うずきとかはね、単発で引いたからね。いや、でもなんか10連で引きたくなるよね。実際どうなんやろね、確率的に10連の方が出やすいとかなんやらかんやらっていうのは。いや、これゆいとさ、ねねかどっちがいいやろう。でもねねかはさ、持っておきたいよね。だってさ、アリーナさ、みんなねねか持ってるんやもん。いやいや、自分も持ってたら戦える感じするけどさ。だけど、うん。そういうこと。ねねか、なんか、なぜつ、おお、お願い。そうでござったか。あー。で、ねねかがなぜ強いかっていう理由は分かってないんやけど、私ね。多分、あれ、え、何？技が強いんかな？やっぱ使ってみな分かれへんかな？なんかミラーみたいな感じで二人になるから強いんかな？いやー、もう私絶対ラビリスタ様、私、星5にする。星3の方が強くても、どうせ星3に戻せるから、絶対星5にする。V 字でもする。誰が何と言おうと。する。ねねかやな。ねねかにしよう。いや、プリコネ初の天井に、ついに行ってしまいますね。いや、なんか石結構配ってくださったおかげで、なんかまあ助かったところもあるけど。いや、しかしながら。しかしながら。って感じよね。もう多分出んのやろうなっていう。いや、でもさ、フェスゲン私引いたんやで。むいみちゃんとコッコロタン引いたんやで。ってことは、別に、ねねかとゆい引いても、いいじゃんっていう。サレンも欲しかったねんな。めっちゃメモリーピース持ってるからさ、欲しかったのよね。もうこれで工場持ってないの誰なんやろうってなってくるよね。ちょっと後で軽く見てみるか。そして秘石がどれぐらい、あー、ジュエルを使いなさいと使うよ。ジュエルを使ってるんやからね。くださいませ。とか言ったら星1なんですよ。あー、あと3か。いや、いよいよ天井が見えてまいりましたね。じゃ、しっかり。ね。あ、ミスった、私のお部屋が公開されちゃう。私のお部屋が公開処刑。このラストでどっちか引けたら、もう、言うことなしなんやけど、まあ私はそんなも持ってません。そんな力は持ってません。はい、持ってません。さあ、天井行きました。まあこんな感じでございます。
はい、ということで、じゃあ今日はネネカをお呼びしたいと思います。はい、セブンクラウンズの力が必要なのですね。いいでしょう、そこでじっくりと見ていなさい。はい、ということでネネカをお迎えできました。ま、結構なんだかんだで聞けたから良かったのではないでしょうかと思います。旅の準備を整えて、秘籍増えたね。秘籍増えましたね。秘籍増えましたね。ねえ。で、キャラちょっと見てみましょう。ほい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 。あー、でもこんだけまだ、ね。未生児の星さんの子がいるわけですよ。そして、ラビリスタ様をちょっと見てみましょうかね。はい、メモリーピース500ね。500ね。うん。すぐ星5にもうできちゃう、しちゃおう。早く専用装備も。全然まだまだやと思うけど、もういつでも、いつでも待ってます。いつでも、専用装備待ってます。はい、ということで、今回は誰か私を止められるかな、プリンセスフェスを弾いていきました。いや、でもなんかこうガンガン弾けるのはね、楽しいよね。ということで、またこっからジュエルコツコツ貯めたいと思います。はい、ということで、今回はこのあたりで終了したいと思います。もしよろしければ、画面下にある高評価ボタンをポチッと、画面右下にあるチャンネル登録ボタンをポチッとよろしくお願いいたします。それでは、ご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。